書があるんですね。あの割安になってます。ビジネス誌とかファッション誌とか、そういったものは 5% 割引の上でさらに 5% のまま、例えば3年間ずっと定期購読できたりもしますので、ちょっと考えていただければなというふうに思いますね。